ララミューの外には放射能測定器も設置されています。福島県の至る所にこのように設置されているんですが、福島県民は、えー、このように設置されていて、数値を確認できるので、ある意味安心できる面もあります。この日は0.05マイクロシーベルトでした。そしてその目の前にありますのが、駆逐艦潮風の埋設場所です。ちょうどこの駐車場の下に、 第二次世界大戦の激戦をくぐり抜けた駆逐艦潮風が戦後の物資不足を解消するためにこのように役割を終えた駆逐艦がそのまま防波堤として埋められたそうですそばには駆逐艦沢風も埋められています地元の人でも若い人は駆逐艦がこの場所に埋められていることを知らない人が多いと思いますそして、 断面図はこのようになっています。ラビューの旅客ターミナルには、潮風の模型も展示されています。こちらの模型は、海上自衛隊の護衛艦、峰行きの乗員の方々が、余暇を利用して、船内の廃材などを利用し、作ったものだそうです。小名浜を訪れた際には、ぜひこの潮風の埋設場所を訪れてみてください。ご視聴ありがとうございました。